カズボーバーザーズにいる。さあチーム名を見てください。同じ横浜です。さあこれは同じチームのランク付けにもなるんじゃないですか。さあおそらくの試合でやっとでやってます。さあカズボー中堅、2部の号が先鋒。2部の残りには犬死にとヤクボがいます。対するカズボーの後ろには先輩残ってます。さあため一気に持ってく。さあ両者ともに先手戦。さあ岩下前エクセレントのカズボー。さあ肘でおお下パンさばく、打ち切る下パン。さあ前回には見ない。さあ膝下パン暴れて膝ででかくいく、一気に持ってく。さあジャンプを否定してここまでちゃんと拾う、細かいながらも有効。さあどうする、さばくここまで待つ。そしさあ最後は下盤に割る。いい我慢でしたミム。さあ一本ずつ分けて、さあ確定 PK、 押し下が来て一気に溜める。この爆発力下盤。さあ下段はしっかりガード。さあ最後は下段。さあこの先方中堅戦も相当重要。さあ一気に否定して、さあいい勝負、打ち合い、最後は下段、ダメージが半端ない、打ち切る、熱波起きて、昇段、そこから聖剣、打ち切る、下段、足りない、さあ最後は下段投げます。さすがのミル、分かってます、フルセット、聖剣をタッチパンで割って、膝、コンボで半分ゲット。しかも壁際追い込む。下番下番。打ち切り。下段で突っ転ばす。投げがやっと通る。これで体力逆転。打ち切る。膝当たらず下パン。アッパー膝。どうする？聖剣。さあ、最後はした。さあ、ここでミブ破れる。さあ、中堅誰を出す？犬死にか、ヤクモです。さあ誰です、さあヤクモですか。さあヤクモのラウ、さあこれで中堅戦。さあおヤクモジャッキーになってますね、ラウじゃないんですね。さあ全然このゲームワンチャンありますからね、全然称号を食う定団とか全然いますからね、わかりませんよ。さあ最近ヤクモは博士と一緒にジャッキー頑張ってるというか、え、はい、まあ、博士軍団ってことですね。さあ投げが通る。さあ下番打ち切れ、さあ起きりして